こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題ですね、質問になります。一つ目がモダンコインで箱などの付属品の価値はと。で、二つ目の質問が肖像画がないコインの人気は。で、三つ目の質問が少額の場合モダンコインかアンティークコインかということで、この3つの質問についてお答えをしていきたいと思います。で、最初の質問ですね。モダンコインで箱などの付属品の価値はということで、まあ、これ、まずモダンコインに、絞っていくんですが、これ鑑定される前の裸のコインの状態であれば、箱が完全に揃ってないと、売るときにですね、非常に売りづらいというふうに思います。まあ、これ、例えば透明のプラスチックのカプセルにコインだけ入っていて、これを売ろうとしてももうそれ本物かどうかみたいなところから、このスクリーニングにかけられてしまうので、まあ、これも、鑑定される前のコインであれば、もうすべて一式ですね、外箱、内箱、あとリーフレットで、透明のカプセルとあとコインということで、まあ、この全部が揃ってない と、非常に売るのが難しいので、まあ、この、一番最初の答えは、もう価値はコインと同等ぐらいあるという感じだと思います。まあ、これ US ミント、要はアメリカのコインも今、ロイヤルミント、イギリスのコインも全部あの箱付きで売ってるものが多いので、まあ、その今言ったように箱とリーフレットとか付属品は全てセットの状態で、取っておく必要があるということになります。で、これ、まあ、鑑定されて、まあ、70なり69グレードが、まあ、ついた場合に、いわゆるこのスラブケースと呼ばれる鑑定会社の、プラスチックの、鑑定ラベルがついたケースに入ってくるわけですが、まあ、この状態になってしまうと、その箱が必要か否かといったときに、アメリカのコインはもうほとんど捨てられてしまっています、その箱自体。なのでもうスラブケースに入れば、コインの真贋ですね、本物か偽物かっていうのが、100% 測られている状態なので、まあ、箱とか付属品による本物か否かどうかのチェックが不要ということで箱が捨てられてしまうと。で、まあ、イギリスのコインも、まあ、最近は、海外のディーラーさんから買った場合に、鑑定されていたとしても箱付きで送られてくる時が多いです。なので、まあ、私自身は箱付きで送られてきたら箱当然取っておいて、まあ、買われた方に、箱と一緒にお送りしてるんですが、個人的感覚では箱を取っておく意味は、まあ、ほぼほぼないといった感じです。で、これはアメリカのコインと理由は一緒で、もうコインの真贋、本物かどうかはもう担保されているので、まあ、その状態であれば、別に箱があるかどうかはほとんど意味がないという感じです。で、もう一つ、これアンティークコインですね。ウナライオンの、すいません、何枚セットか今すぐ出てこないですけど、まあ、10何枚セットなのか9枚セットなのかっていう、そのもともとの、5ポンドとあと1ソブリンとかあとクラウンとかのいろんな、銀貨も入ったセットの、もともとのこのコインをはめ込む革のケースみたいなのが、単品でオークションに出ていたことがあるんですね。で、その時についた価格が多分3000ドルから5000ドルぐらいついていたので、まあ、そのようにアンティークコインでオリジナルのコインが人気が高いと、その、ケース自体、まあ、箱というかコインをはめ込んでいたケースですけど、まあ、そのように数十万円になったりする可能性もあるという感じですね。なので、まあ、これロイヤルミントで昔発行していたその1900年とか1800年代の十数枚セットとかってよくあるんですけど、その時オリジナルのケースがついていると、当然価値があるので、まあ、今言ったように100年200年経ったコインはオリジナルケースが、意味を持っている場合もあるという感じですね。まあ、なので、これ、まあ、別にモダンコインについては先ほど言った通りなので、鑑定される前は箱がついていなければダメと。で、した後は別にどっちでもいいっていうのが私の最終的な答えです。で、2つ目の質問ですね。肖像画がないコインの人気はということで、まあ、
まあ、これアンティークコインの話をしていくんですけど、アンティークコインっていうのは大体イギリスとかフランスとか、ヨーロッパのものが非常に人気が高いので、その国王がいる、もしくはいた世代のものは、その肖像画がついていたりするコインが多いです。ただ、肖像画ついてないコインもあるので、その辺はもうデザイン次第なのかなっていう感じですね。で、まあこれもうコインのところはもうほとんど見方は一緒なんで、なるべく大きいっていうことと枚数が少ないっていうことと、まあ基本的には金貨であるということを、まあこの3つを押さえといて、あとはデザインがどこまで優れているかという話になります。で、アメリカのアンティークコインとかは王様がいないから、全てそのデザインされているそのイーグルとかリバティとかっていうようなデザインになっているので、まあどれも人気は、なんていうんでしょう、今言ったように枚数とかデザインによって決まっているような感じです。で、まあ片やヨーロッパ、今言ったように肖像画があるパターン、国王のモチーフがあるパターンとないパターンとあるんですけど、まあこの辺は今言ったようになるべく大きくて金貨で枚数少ないっていうのを選んでいくと非常にいいかなと。で、ヨーロッパの、アンティークコインで、仮に1200年ぐらいのものとかでも非常に安く放置されているものがあるんですね。なので私が狙うとしたら、まあ、最近はそういう、すごい古くて枚数が少なくてあまり注目されていないようなコインを最近買っているような感じです。まあ全然古くないんですけど、最近買ったのはフランスの PCGS の鑑定に入っている、リパブリックですね。もう、王室が終わって共和国制になった、フランスの金貨たちを、何枚か買ったんですけど、まあ、中には、80g ぐらいのものもあるし、40g ぐらいのものもあって、すごくまだ、安く放置されているので、まあ、そのようなものを買っていくっていうのが一つのパターンかなっていうふうに思います。で、3つ目の質問が、少額の場合モダンコインかアンティークコインかということで、まあ、これも最近増えた質問ですね。まあ、少額っていうのは一応これ20万円っていうふうに設定されているので、まあ、この少額が20万円かどうかはちょっとわからないんですけど、モダンコインかアンティークコインかで20万円の予算でいくとしたら、モダンコインだと、基本的にはもう銀貨を狙っていくしかないかなっていう感じですね。で、10オンスぐらいでおそらく500ポンドぐらい、10万円ぐらいで買えるので、この10オンスの銀貨の人気の出そうなもの、さっき枚数見たんですけど、多分100枚ぐらいしかなかったと思うんで、それ買ってすぐ鑑定に出すみたいなものが、モダンコインのやり方ではいいかなと。で、まあこれ、もちろんデザインを選ばなきゃいけないんで、デザインが、金貨が1オンスとか2オンスとか5オンスとかあって、非常に人気なパターンのプルーフの10オンス銀貨もしくは5オンス銀貨みたいなの、ちょっと大型で枚数ができればもう100枚200枚ぐらいのものを買うのがおそらくいいのではないかという感じです。で、これ、まあ、出口を必ず考えなきゃいけなくて、その70グレードがついたとしても、その売る人がダブついてるとやっぱり値段って上がっていかないんですね。なので、1000枚2000枚3000枚とかっていうのが銀貨の、1オンスとか2オンスの発行枚数になってくんで、それだとちょっと、競合性が高すぎるので、今言ったように100枚ぐらいのものを狙うのがいいかなっていう感じです。で、まあアンティークコインはちょっとこの1個前で喋ったように、2200年ぐらいの、例えばフランスとか、多分ハンガリーとか、結構古いコインで、肖像はあったりなかったりするとは思うんですが、安く放置されているものが結構あるんですね。なので、まあ、そのようなものをちょっと20万超えちゃうかもしれないんですけど、買っておくというのも、一つの手法かなというふうに思います。で、まだもうちょい時間ありそうなので一応まとめ、モダンコインの箱などの付属品の価値はということで、一つ目のやつですね、モダンコインは鑑定されていなければ箱と一式揃ってるのはもう必須です。もう絶対揃ってなきゃダメと。で、鑑定に出してもう戻ってきたら箱は
あるのが、まあ、ベターぐらいな感じでいいかなというふうに思います。で、2つ目が肖像画がないコインの人気はということで、今言ったように王様がないアメリカとかの国は全然肖像画ないんで、もう別に肖像画あるなしは関係なくて、ヨーロッパだったら肖像画はあるに越したことはないとは思うんですけど、その王様の顔とかに、あとは王様の人気によっても変わってくるので、これもそんなにこだわらなくてよくて、さっき言ったように金貨であってなるべく大きくて枚数少なくて良いデザインみたいなものを選ぶといいかなという感じです。で、3つ目の質問が、少額の場合モダンコインかアンティークコインかということで、20万円で設定すると、モダンイギリスのロイヤルミントのモダン銀貨の5オンス10オンスでできれば100枚200枚、でもちょっと多いぐらいなんで100枚ぐらいで、すぐ売り切れになっているようなもので、デザインがいいものっていうのを選んでいくのが一つと、アンティークコインだったらフランスとかハンガリーとか、まあオランダとかベルギーとかもあると思うんですが、もうなるべく古くてまだ人気が出てないような安く放置されている鑑定済みコインを買うというのが一つの手法かというふうに思います。本日の動画が面白かったためになったという人は、ぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄ですね、コメント欄ご質問いただけるとこのように動画ができるので、まあ、コメントとか、まあ、感想いただけるといいかなという感じです。あとまだチャンネル登録されていない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。